え皆さんこんこにちは、えー、室井家園地の野鳥たちということで2022年に私が撮影した鳥たちをご紹介したいと思います。でまずその位置として、まあ、1月から6月に撮影した鳥の中からいくつかご紹介したいと思います。いい写真ばっかりではありませんけれどもあこんな鳥がいますよということでお話をしたいと思います。 えー、室池園地というのは四条縄市の頃、まあ、生駒の方にね、えー、生駒山地の方にあるんですけれどもこういう、まあ、一応地図があ,のありますでたいちょっと見にくいかもわかりませんけども私の、えー、行動範囲ですねカメラを持って動く範囲をちょっと申し上げますと大体ですねここはあの緑の文化園になっております名前がねでこっちが水辺の自然園ということですが緑の文化園の方にはまあ あ,まあ、あまりっていうか全然行きませんけど、まあ、大体こ,この範囲ですよね、えー、ここがずっとこの蟹ヶ坂ハイキングコースとかあこうですね権現川ハイキングコース権現川ハイキングコースもここまででねここからもうすぐに戻ってきて、えー、こういうふうに、まあ、中津にですねこの室池のこの辺りとかあの室池のこの展望台ですね石垣休憩所とか。 とかこの湿性河原まで行ってこの氷山、えっと、池とかはもう今は行けないようになっておりますだから大体こういう範囲ですね、えー、ネイチャートレイルール外回りとかこの辺り大体いい私の活動範囲でありますで今日あのお見せする写真はですねあの、まあ、この中のどこで撮ったっていうのはあのまあ,あの言えませんけれども まあ一応行けばどこかで出会えるというふうなあの鳥たちです。でこの水辺の自然園、まあ、緑の文化園た,たくさんの、ね、人がねこあのご家族連れとかね来ておられますのでね、まあ、有名なところですからあの行きやすいと思います。バスももあありりまますすし、えー、駐車場もありますからあの アクセスとしてはあのいいんじゃないでしょうかね、えー。駐車料金もいりませんしね。それでは1月から3月のお写真ですね。えー、2022年のお最初はまあ寒い頃から撮った、えー、写真になります。まあ、これはああのののねね、えー、ルリビタキのメスです、ね、あのもうよく 見かける1日に1回足を運べば必ず見られるというねまあオスはたまにねあんまり見れないこともありますけれどもまあ大方今,あ今これね2023年の1月なんですけども今の時期はもうオスもね結構見ることができますでこれ明るい日に写したんですけどもねヤマガラが餌を食べてるところですね木の実を食べているところになります。 でこれはですね、えー、白はですね白はまあお腹が白いので白はっていうことのようですけれどもこういうのもおりますなかなかね白は木の上に止まってくれたりしないのでねだいたいいつも地面をねあさってますよねで人間が見えるとねすぐにねほろ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 とか言って、えー、隠れてしまいます山の中にですからまああのー 遠くから見るしかないかなと思いますけどね。でたまにこうやって木の上にいることがあったりして、まあ、それをねあのまあ、たまたま写したんです。これはあのモズモズ子ですね、えー。メスのモズですね。まあ、こういうあのモズがねいつもよく出てくる場所があるんです。縄張りにしているところがあってねあのまあ、そこでまあ、見かけたわけなんですけど、まあそれを写しましたね。 でえー、これがエナガですねエナガですね、まあ、エナガもあの動きがものすごく早いので映しにくいんですけどもそ止まってくれた瞬間をバチッとね映したものでありますこれはまあよくね、えー、地面の移動している出たり隠れたりする青地ですねでこれイカルですね イカルはこれ寒い日に木の上に群れで来ておりましたあんまり明るくは写せてませんけれどもそれからこれがねあのルリビタキのオスですねこれを映した時は結構目の前に来てくれたりしてあの非常に映しやすかったですまあ、綺麗な鳥ですよねこれシロハラです 今の、ね、ルリビタキがいたところにシロハラも現れて餌を漁っておりましたはいちょっと大きめに移したルリビタキのオスですこれはあのヒヨドリなんですけどまあ普段ねヒヨドリとか皆さん移したりあまりしないだろうと思うんですけどもこれは水辺であの水を飲んでるところをね移したものです でこれはねその近くで山柄が飛んだりしておりましたが数羽ねたまたまこういうふうには止まってくれてあ面白いなぁと思ってシャッターを切りましたこのまあ後ろはこのちょっとねあのぬかるんでます、まあ、湿地帯なのでねそれからねこれはね全然違うところで写しましたあの この水辺の自然園のあの水辺から離れたところですね山道のところでまあ,あの見つけてまあこうやって写しました横にねあのなってますけどもこういう形で降りましたのでそのまま写しましたで次はですねこれはルリビタキのね若鳥だと思うんですよねでオスだと思いますねだんだんとこの青いのが出てきているのが分かります山道歩いてたらちっ ってチッチッチッいうかヒッヒッヒッていうか大きな声がねおおの鳴き声が聞こえるのでどこだろうどこだろうと思ってたら5 6メートル目の前ぐらいのところでずっと鳴いてたんですねえ親を探して鳴いていたのかなんかわかりませんけれどもまあそれでねこうやってねうずすことができましたはい次は4月から6月になります <laughs> えー、まあ、これでだんだん暖かくなっていくんですけれども、この年は今まで。見たことのない鳥が結構いましてね。私も初心者ですから。他の人にとってみたら、もう見慣れておられると思うんですけども。まあ、あの、それをご紹介したいと思います。これ、虫食い、仙台虫食いなんでしょうかね。えー、こういうのがおりました。なかなかね、これもね、すぐに隠れちゃうんで。取れないんですけども。 それから次が、これがあの総市長ですね。総市長はやっぱり色が鮮やかですよね。総市長です。これもうよく泣いてますからね、おしゃべり好きな総市長で、あのちょろ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 、あの目白なんかがいる近くにもいるように思います。同じような、うん、大きさかな。ちょっとこっちの方が大きいのかも分かりませんけども。総市長はやっぱりあったかい、あったかくなってくると、本当に活発に。 泣いてますよね。朝からね。はい。これもそう主張です。それから、次は。あの、これは、あの。え、え、え、ながなんですけど、これ多分ね。餌をね。与えているところだろうと思うんです。まだ、ひなだと思う。思うんですよね。まあ、幼鳥というか、まあ。 あのやっと飛べるようになった子供に餌を与えてるんじゃないかなというふうに思いますどっちが子供かっていうのは分かんないですけどか左かなという感じがしますけどはいそれからキビタキですねこれはもう2022年ね初めてキビタキをししましたでこのあとね何回もねあの見ることになりましたね 自分の探そうとする目が見つけさせてくれるのかも分かりませんけれども2022年は結構回数多く浮きびた木を見ることができましたそれからオールリですねオールリも2022年初めてカメラにね収めることができましたで間近でね見ることができましたこれはオスが餌をねヒナに食べさせるために一生懸命活動している えー、ところに出くわしたので、これをまあ映しました。で、その次もですね、これはあのメスですね、オールリの。やっぱりもう夫婦揃って一生懸命子供をあの育てている姿を見ました。すごいなと思いましたけどね。私がそばにいるとね、絶対この場所から動かないんですよ。キーキー泣いてて。で、多分近くに巣があって、その巣が。 見つからないようにこうやって動かないでいるんだろうと思ってねこの場所をスッとのそ,そのまま離れていきましたそうするとねだいぶ離れてから振り返ったらもうい,いなかったですねやっぱり餌,餌を運んでいたんだろうと思いますそれからこんなのもいましたねこれ甲頂のメスですよねだから4月5月あたりはよく見られますよね実は初めて甲頂のメスとか 見ました2022年ねそれから次がまたこれはあのキビタキなんですけどこの可愛らしいキビタキがキビタキが出てくる場所がありましてですねあのそこへ行くとね必ず出てきてくれましたそれからまた別の場所でもねこうやってキビタキが頭上にの枝にいたのでねこうやって写すことができたんですけど それから次がこれ名前がねちょっと確信がないんですけどこれヒガラなんですかねラの種類なんだろうと思いますけれどもこういうのもいましたこれはねなかなかあの目にしない鳥だったんですけど私はこのあとね何回かまた目撃することになりましたけども次はウグイスなんですよね これウイスですよね餌をね運んで子育ての真っ最中っていう感じですよねまあ偶然ねいて瞬間的にそこへ止まってくれたのでカシャカシャカシャっとこう写した一枚なんですけどそれから次ですねこれは何なんでしょうねちょっとわからないんですけども 鳳、えー、じろのね、えー、メスではないかなというふうに思います。ここで鳳じろを見るというのはあんまりなかったんですけど間違ってたらまた教えてください。それから次ですねこれはねもうちょっと驚きましたね、まあ、こんなのがいるのかと。でこれこの時一回見ただけでもうそのほかはあの見ることができませんでした。 でオスがねあのいるとあ多分いる近くにいるんでしょうけども、まあ、是非今後は見たいなというふうに思います。これはえらいでかいんですけども山道を歩いていたら目の前にこれがいたんですよね。でこれはね実はあの岩の上に上がってるんですけどもこのちょっと前に地面道の山道のど真ん中で何かんか ゴソゴソしてるのでよく見たら、ね、なんかチョうちみたいなのをくわえてたんですよで僕が通りかかったもんでまたここあの岩の上に上がって逃げちゃったんですよねここでまあ何枚か写真を撮らせてもらってでそのすぐその場を離れたらもう一回道のど真ん中に帰ってきてパッとその餌をくわえて飛んでいきましたねまあ子育てで本当にご苦労さんなことであります,ありますけども一生懸命育ててますよね。 キビタキの水浴びを目撃しまして、これはもうなかなか面白いもんだなと思って、まあ見てましたけど、結構ね、えー、っとね、六七メートル離れたところでずっと座って見てたんですけども、まあ逃げないでずっと浴びておりました。ご視聴ありがとうございました。またお目にかかりましょう。